い、というわけで今週もやってみました沖田ヒロムのラブラブラジオ第141回か、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いや、11月も入っちゃって大変寒くなってまいりましたですね。そろそろもう暖房なんかつけないとまずいなーって感じはしてたんですけども、何しろ僕はあまりこう冬場は暖房とかそういうのに頼らない生活をしようというふうに工夫しておりますですね。まあ去年は去年は一度も暖房を使わず生活したんだよね。で今年夏もちょっと冷房なしで生活しようかななんて思ったんだけど、さすがにダメでしたね。室温が41度くらいまで上がっちゃって、もうその時はまだ水とか飲んでなんとかやり過ごすんだけど、夜になってガクンとね体力的にきますね。で頭もクラクラして、あれは良くないということで冷房を使ったんですけども、冬場はなるべくこう温かい飲み物を飲んだりとか、着込んだりとかすると、まあなんとかね、そんなに外にいるわけじゃないんで、そんなしかも室温なんかマイナスせいぜい 1,2 度くらいなので、そんなにね死ぬほどではないからね、なんとかできることはできるんだよね。まあただね、ちょっとあんまりこうね、ひどい時は、ちょっとつけようかなと、まあ、無理しないでねと思っている次第なんですけども、まあ、冬場は冬場でね、ちょっと僕今困ってることがあってですね、まあ、夏場は結構汗かいたりして、まあ、動けば動くほど結構消費カロリーを消費してですね、結構体重は減るんですけども、冬場は全然ダメですね。冬場は太っていく一方でございます、ね、困ったこと でございますね。結構毎日長距離走ってるんで、長距離走って筋トレしてとかいろいろやってるんだけどね、なんか増えていく一方で、まあ、冬場はしょうがないのかな、こうやっぱエネルギーを蓄えていく生物学的にね、こう冬を越えるためにこうね、脂肪を蓄える時期なんで、これはしょうがないのかなと思うんですけどね。まあでもあんまりこうブクブク太るのも良くないですね。あんま沢田健二みたいにブクブク太っていくのも見栄え的にはね、まあ声は声帯が太くなって結構割といいなんてはよく聞くんですけども、どうなんでしょうか。まあプラスの作用がに働く部分があってもね、反面悪い反面もあるので、健康的にね、その辺はちょっとコントロールして、ちょっとなるべくね、まああんまり増えないようにっていう風に考えて、まあ減らすよりもねの方がこう心身的に負担がかかなくていいのかなという風に思っておる次第でございますが、どうなんですかね。ちょっといろいろ頑張って工夫してやってみようかなと思うんですけども、さあ最近ねちょっと気になったことがいっぱいありましてですね、いっぱいとか、まあ、全部喋っちゃうと枠が収まらないので、一つだけちょっと気になったことがあってちょっと喋ってみようかと思うんですけども、某、メジャーアーティストのね、ドタキャンとかいろいろ最近増えてますね。まあ、沢田研二さんから始まり、愛子さんとかね、まあ、その他いろんな人がね、もう体調不良とか、諸事情でね、こう自分のライブを中止する。まあ、プロとしてはあるまじき行為なんですけども、まあ、ちょっといろいろ事情があるということで、まあまあ、人間、一応ね、人間なんで機械じゃない、生物なので、まあ、中止をせざるを得ない事情があったというのはしょうがないことなんだけども、まあ、それにプラスして、やっぱりこう、アーティスト人間なので、まあ、もしライブを開催したとしても、ライブの不出来、いろいろね、その時の点数があると思います。 100% できる人もいれば、まあ、70%、30% の日もあると思う。それは生ものなのでしょうがない、まあ、それがライブというものなのかなというふうに思うんですけども、まあ、それはしょうがないね、うん、だから、やっぱり機械、まあ、先ほど言いましたけど機械じゃないので、それはしょうがないなとも思いますが、日々のコンディション、まあ、なるべくね一定の、サービスというかね、パフォーマンスをできるようにこう一定のね、あれをするにはやっぱり毎トレーニングとかね、基礎的なことをねちょっとやっとかないと、というそれが一応プロ意識なのかなというふうに思うわけでございますけども、ね、それは僕もねちょっとこう見習ってね、ちょっと日々トレーニングっていうかね、もうなんか基本的なことしかやってないんだけどね、そのちょっと心がけようかなと思うんですけども、まあ、それよりもですね、なんかね、某アーティストがですね、そのアーティストは自分のライブの写真撮影とかを OK にしてるらしいんですよ。で、それたまたまそのイベントで行われたライブの音源がをとあるその聞いた会場にいた人が
盗撮かな、まあ、盗撮って言えるのかどうか分かんないですけども、まあ、写真もいいよって言ってるわけだから、その撮ったやつをパッケージングしてヤフオクで6000円くらいで販売してたのね。でそれにそのアーティスト側がめっちゃ怒ってるのね。まあ、これはもうけしからんことで、一応著作物の著作権っていうのはもちろんアーティストに帰属するものであって、その、所持した人が勝手に売ることはできない法律っていうのはあるわけね。著作権っていうのは、著作権っていうのはあれですよ、別にどこかに所属してるからっていうことではなくて、まあ、所属してれば所属した事務所とかレコード会社に帰属するんですけども、所属、まあ、そのアーティストはまあフリーでやってらっしゃる方なんだよね。で、もともとそのすごく一世を風靡したグループにいた方らしいんだけどね。で、まあ、どこに所属しようが、メジャーだろうがインディーズだろうが無名だろうが、著作権というのは自分にあるわけだね。リリースしても何してもね。で、それ売るとしたら許可が必要だっていうちゃんと法律があるわけだね。それも、まあ、よくわからない方は勉強してください。で、それをいわゆる著作者から、許可なく、販売しちゃったっていう、そういう、けしからんものがおったんだな。で、もちろんその売った人も悪いんですけど、これは管理の、プロ意識のなさなんですね。それ長い業界にいながら、まあまず写真 OK とか、撮影 OK っていうのを許可してる時点でもうプロ意識としてプロ失格だなというふうに思ってしまうわけなんですね。それは良かれと思ってファンサービスとしてやっていることなんだけども、それは自分が、その人はもうかなり有名な人ですか ら自分が商売として成り立つということを、そのプロとして成り立つということをの、プロ意識をのなさ、だからお金が発生するどこかでお金として自分が売られるということを、考えなかった、その、予測しなかったという部分に関してのそのアーティストの落ち度っていうのは高いわけなんですね。本当にね、今ヤフオクでいろいろね、歌丸さんとか西城秀樹さんの葬式で配られたね、記念品を売りさばくなんていう不届き者もいましたけどもね、何でもヤフオクでごめんなさい、今日寝起きもうすぐ撮ってるから頭の回転がやばいんですよ。だから寝起きハイテンション、寝起き一発で撮ってるからごめんなさい、ちょっと滑舌も声のなんかガサガサ具合も本当お聞き苦しかったら申し訳ないんですけども、ということで、まあそのね、何でもかんでもヤフオクで売っちゃう、あれヤフオクってのは検品とかないんですかね、検閲とか、そのままパッと売り出せるんですかね、メルカリとか、どうなんですかね。そういうのがまかり通るとしたら、メルカリとかヤフオクで薬物とか売ってもバレないよね、あれね。あとはなんていうの、裏ビデオとか違法なね、なんか普通パッケージは普通のね、映画なんだけど中身は裏ビデオってしてもバレないよね、あれね。で、まあ何、パッケージは普通のね、なんだろう、商品でも中身は薬物だったって分かんないよね、あれね。あれどうなんだろう、あれ一応検品とかしてんのかな、分かんないけど、そういうなんかちょっと取り締まりとか強化した方がいいんじゃないですか、あれやばくないですか、あれ大丈夫なのかな、よく分からないですけども、まあそれでそのね、アーティストと客の関係ということでですね、そのメジャーというか、まあ、その名の売れた方もそういう事件に巻き込まれている、事件で巻き込まれているというか、このケースは本当はアーティスト側も悪いと思うんですよ。管理ができてないとかプロ意識の低さだから、もう本当にいかにプロメジャーとは何だって名前が売れてるとか何とかって言ってるけども、いかにプロ意識が低い方が多いかということを思い知らされる。だからそういう、ごめんなさいね、ちょっと毒づくけど、そういうなんか頭の悪いプロの人が増えたせいで、音楽自体のレベルが低下してるというか、なんて音楽だから、アーティストのポジションが、だんだん蔑まれている部分にありつつあるという。だから音楽業界全体がお客様ファーストになりすぎて、どんなにいいものをどんどん
作ってもそのなんていうのお客様ファーストになってるから、あのお客さんはもう本当に、なんていうの、横になりながらもうあのボタン一つで音楽を得られる、もうただ同然の値段でね。であのお客さんは努力せずにしてもあの音楽が聴けるわけね。こうもうずっとボーっとしててもあの携帯でポチッとやれば何百円で音楽が買えちゃう時代なのね。でも昔はどうだっていいかとかそういう話はあんましたくないんだけど、昔はもっと努力してあの足を運んだりとか、お金を貯めて、まあ、LP だ CD だって買って、でそれがお客さんあのアーティストに還元されてっていうシステムが、構築されていたんだけども、今はもう本当にあのなんていうのメジャーとかそういう、音楽業界に飛び込む人を、なんていうの業界全体でこうシャットアウトしてるような感じがするのね。だから一部の 業界が一部のアーティストを囲んでその人たちしか設けられないシステムを作るためになるべく音楽を狭き門として、あの音楽って売れないもんなんだぜっていう風な方式を作ってるような気がする。音楽業界が権力を使ってね。で、その代わりその自分が気に入ったアーティスト囲ったアーティストにはジャブジャブ儲けさせるというね、一部の正規のルートがあるわけですよ。その業界正規のルート違うな、その業界御用達のルートとか、なんていうの宣伝ルートとか、そういうとこに乗っかっちゃえばバンバン儲けさせるよというシステムが、まあこれは昔からなんだろうけども、を、業界は作り上げた。だから、一般っていう言い方あれだけども、普通の人がどんなにいい曲を書いていいステージをやっても売れないんですよ。だから売れないというのはそういうことなんですね、うん、だからこの間のノンフィクションのランカさんもそうなんだけども、メジャーデビューなんか目指すなというね、無駄だからそんな、うん、だからされたとしても搾取されるだけだからね。よく街でね、プロダクションに声をかけられましたとか、スカウトされましたなんているけども、あんなもんは金集めに過ぎないから。というのはどういうことかというと、プロダクションはお金を欲しがってますいっぱいね。というのはどういうことかというと、プロになりませんか、アーティストになりませんかという口実で、実はあれレッスン代とか、プロフィール写真を作るという名目で逆に搾取されますからね、本当に。この間のランカさんっていう方もメジャーデビューと言っときながら自分たちでお金出してるからね。メジャーが出してくれないのかってみんな思うかと思うんだけども、彼ら自分で出してただメジャーを名乗ってるだけですからあれ。だからメジャー企業とかレーベルっていうのはいいとこ取りなんですよ。だから売れたら名乗らせてる代わりにパーセンテージいくらよこせみたいな感じなんですよ。その代わり我々はお金は出しませんからっていう方式なのね。だからその辺にいるジジイババアとかさ、演歌の人とかさ、いっぱいいるじゃん、いっぱいいるじゃん。分かんねえか、俺は弾き語りで回ってるから分かるけど、メジャーデビューしましたなんて言っても自分でお金出してるからね、あれ金で買ったメジャーデビューだから、そりゃそうだろ、そんな売れるわけねえだろうっていう。もともとそのメジャーが欲しがる人材はメジャーがお金を出すわけなんでね。でもそういう天才的なというか、天才的っていう言い方もおかしいけども、なんていうの、なんだろう、メジャーが欲しがる世間に受けるような人ってそういないわけですよ。だからみんなお金を出してメジャーデビューしてるわけ、それは果たしてそれでいいのかと思うわけ。メジャーのその、メリットがないじゃん。そしたら自分で自営業としてやった方がいいじゃん。どっちみちだってメジャーデビューにしても搾取されていくわけですから、そのステータスとしてメジャーデビューっていうのをお金を払っている、ただそれだけのことなんで、いかにそのそういうメジャーデビューをしてとか、芸能界大手に入ったらね、いかにね、なんか有名になれるかって思ってる方が多すぎるけど、それはもう洗脳ですから、そんなことをしても搾取されるだけですから、これからはもう自分で名前を売っていく、まあ、SNS とかいろいろありますからね。だからそういうふうにどんどん自分をね、
チャンスが多いわけですから、逆に名前を売れるチャンスがね。と言いながら僕もなんかこううだつの上がらないことをしてますけども、まあ、僕は僕で別にその有名になるかそういうことをあんまり考えてなくてですね、とにかくいいものを作る、面白いものをやるとか、もうラムラムラジオもそうなんですけども、そういうことを結構重視してるので、なんか逆に有名になるとかメジャーデビューするとか売れるとかそういうことを考えること自体が癒しい、うん、と思うわけで、だ僕はまあ今日明日評価される簡単なことをやってるわけじゃないので、うん、だからいつか別にそのね、いつになるかわからないけども、いつか、受け入れられると思っているので、僕の音楽は素晴らしいので、まあ、受け入れなかられなかったら、まあ世間がバカだったんだなっていうふうに思うしかないなというふうに思うんですけど、で、まあ、結構毒舌入ってますけども、このままいいのかなんて自分の焦りもありますけどもね、そんな感じですかね。まあ、それに対して、ね、まあ、ちょっと先ほどのね、ごめんね、寒くてしゃまんないよ、頭痛くて、朝ちょっとね今日寝起きで喋ってるからね、まあ、それはそうなんだけども、さっきの、ね、ヤフオクの話ね、もうそうなんだけど、さっき松田聖子さんがチケットを8万円とかって言って物議を醸してるんだけども、もうやったらやったらと思うわけですよ僕は。こんだけ音楽がもうなんていうの、低価格化されて世の中ね、最近ね、何百円で音楽が買えちゃう中で、いや むしろ音楽が無料化されて、まあ言葉悪いけど音楽が舐められすぎてるわけですよ、一般リスナーから。で、無料じゃなきゃ音楽じゃないとかって言ってるバカもいるわけですよ。アーティストがこんなに汗水垂らして働いて、で、手元に残るのはビビたるもので、でしかもね、ただで音楽が売買され、どうですかって、この惨状を目の当たりにして、その中で松田聖子がね8万円でチケット売る、これ最高だと思うんですよ僕は。何が最高かというと、音楽が低く、下げ済まれている時代に、私の音楽はこんだけの価値があるんだと言えるその潔さ、僕はそういうのはすごくすごいなと思うわけ。やっぱプロだな、プロ意識が高いな、プロ意識だなと思うわけです。まあそれはね、おかしいと思う方もいらっしゃると思うんです。おかしいと思うんだったら買わなければいいし、見なければいいだけの、ただそれだけの話なんですよ。だからこれは増田聖子さんは音楽業界に対する挑戦なのかなというふうに思うわけですね。だこういう人がいっぱい増えればいいなと僕は思うわけですね。だから音楽 の全体の位置づけを、音楽の、ポジションをどんどん上げていくために、もっとこうどんどん自分の作品を高く売ってもいいんじゃねえかって思うわけですよ僕は。だから僕が弾き語りで回ってますけど、もう5万10万出してくれる人がいても全然おかしくないと思うわけですよ僕は。頑張ってるし、いいもう音楽をいつも提供してると自負してるし、というふうなことなんですね。で CD とかも CD も音源もなんか一定額ってのはおかしくないですか。あれ1曲何百円とか、 CD1 枚1000円かな、今1200円かな、分かんないけど、これいいねでいいと思うんですよ。まあ最低額1000円とかでもいいと思うんだけども、出したいやつはいくらでも出していいっていうシステムになんでならないの、あれ CD とかさ、もう満額出してもいいとかって CD1 枚に、そういうシステムに、なんかクラウドファンディングじゃないけどそういう風にしたらと思うんだけど、なんでそれ臨機応変にこう対応できないのかね。だって果物とか野菜とかも高騰したり下がったりとかするわけじゃないですか、株価とかに影響されてね。音楽もそれでいいんじゃないですか。なんかそういうね、カチッと何百円とか1000円とかって、なんでそんなに固定する必要があるのかな、なんてなんか疑問に思うわけです。だから音源発売したら発売したで、まあ、先ほども触れましたが、まあ、最低限この額は保証してくださいっていうの額を設定して、プラスアルファじゃあそれ以上出してもいいよという人がいたら、この音源に払ってくださいっていうシステムを作れないのかね、果たして。音源を発表したらちょっとそれどなたか、ちょっと頭のいい人、メッセージください。
それできたらね、なんかもっと儲けられるんじゃないですか。儲けられるというか、作ったものに還元されるんじゃないですか。クラウドファンディングなんかやんなくても、音源発表すれば、まあ、1万なら1万とか 10,、まあね、10万とか出す人いるのかな、果たしているかどうか分かんないけど、それでね潤えば活動資金にもなるし、次の作品ステージにも活かせるしっていう風に、なんかもっとなんかあの音楽に見合った還元できるシステムを作りましょうよ、みんなで。なんか貧乏して音楽やるじゃなくてさ、メジャーだけが儲けるとか、もうメジャーなんて終わって積んでるからね、もう本当に、はっきり言って。あいつらはしょうもない音楽ばっかり作ってさ、洗脳してさ、洗脳っていうのはだからこういうレベルの音楽が売れますっていうのを洗脳して作って、それに誘導して売るわけですよ。だからそのレベルに満たしてない音楽は良くないって見なされるわけです。ということはどういうことかというと、一定のレベルに満たしてないっていうことは、バカにでも分かる音楽を作るということは、それ以上の音楽を作るとバカは分からない、ついてこれないわけですよ、芸術的でね、そういうレベルは。だから、そういう いかにそういう素晴らしい音楽が世の中に蔓延してるかっていうことなんですよ。だから今売れてる音楽っていうのはバカでも分かる音楽なんですよ。だからバカに合わせた音楽なんですよ。そういうごめんね、毒舌で今日あいたってシラフなんだよ俺、こう見えて。でバカでも分かる音楽を作って、作り続けて楽しいですかって果たして思うわけなんですよ、うん。まあ売れてない僕が言うのもあれなんですけども、売れることが正義なのかって思ったら違うわけですよね。その辺を考えて、皆さんは、僕もね同じくそうなんですけども、なんだろう、芸能人とか有名人とかアーティストに なってはいけない、うん、表現者になりましょう、いいものを作りましょうというのをどんどん訴えたいなと思うわけでございますけども、どうでしょうか。いろんな考え方がありますけども、私は有名になりたいわ、メジャーになりたいわっていう方は別にね、なっても構わない、うん、構わないけども、いずれ切なくなりますね。なんでこんなバカに合わせて音楽作んなきゃなんないんだろうっていうね、うん、ごめんねちょっと毒舌ばっかりで、というふうになんかやっぱりね、本当いいものを作ろう、いいものを作ろうってか 思えば思うほど苦しくなってきますよ、やっぱりね。だから人に合わせず、これ人生もそうなんですけども、人に合わせず自分は自分でやっていった方がすごく幸せになんか間口が広がってくるんじゃないかなと僕は思うわけなんですけど、いかがでしょうか。さあというわけでございました。あ、なんか頭痛くなってきちゃったね、今日早い時間にこうお送りしておりますが、そうで今日はちょっとじゃあ最後に弾き語りをちょっとやって、お別れしましょう。さあ寒いね、もう一応ねちょっと休みなくちょっと頑張ってるんですけども、今日はじゃあ静かめの曲を一曲やりましょう。今日もね本当最後まで聴いてくれてありがとうございました。また来週もね月曜日からまた頑張りましょう。今日は何を歌おうかなということで、じゃあちょっとブルーブルー小名浜ね、福島県の小名浜の歌を歌ってお別れしましょうかね。じゃあ今日寒くな、今日からねまた、おとといから11月ですが寒くなってきましたが、皆さん暖かい格好でお過ごしください。風邪ひかないようにね、僕も頑張りますよね。じゃあ、ブルーブルー小名浜を聞いてお別れしましょう。じゃあみんな、最後まで聞いてくれてありがとう。じゃあ愛してるよ、またね。夏の終わりの冷たい風が焼けた素肌を潤してゆく。小名浜の港に車を止めて、アクアマリンの日が滲むから。
心で夢を見たい。サンセブルーフォーリンスタン、ときめきまで連れてて、熱く燃える。遠くに見える潮や滝デイクルーズの昼下がり、新米粉で恋をして、夕暮れを待つ岬の丘、二人夕暮れ迫る潮騒の街に、紅白色をした二人のシルエット、切なくてノンストップミュージック、心で夢を